こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は、チャット GPT をもっと便利に使う、Chrome 拡張機能、チャット GPT オプティマイザーに関してご紹介したいと思います。この拡張機能を入れると、コピーがしやすかったり、音声で読み上げてくれたり、検索バーや他のサイトからすぐにチャット GPT に飛べたり、デザインを変えたり、こんな便利な機能がたくさんありますので、ぜひこの動画をご覧いただいて使えるなと思ったら試してみていただければと思います。今日の内容ですが、まずこのチャット GPT オプティマイザーのインストール方法をご紹介します。次に主な機能としてどんなものがあるかを実際に操作をしながらお伝えします。最後にこれからの実装予定も公開されていたので、どんな機能がこれからこの拡張機能とされていくのかというところをご紹介していければなと思います。このチャンネルリモートワーク研究所はリモート時代に欠かせないツールやノウハウ、最新情報をお届けしています。基本ツールをゼロから学べるコンテンツやそれらのプラスアルファのテクニックや最新機能をお届けしています。また最近ではチャット GPT を中心とした新しい先端サービスのニュースや動向なんかをお届けしているので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまずはこのチャット GPT オプティマイザーのインストール方法を画面を見ながら考えていきましょう。概要欄にリンクも貼ってありますけれども、リンク見なくても分かるようにご紹介していきたいと思います。それではまず拡張機能は Chrome Web Store というところにあるので、 Chrome Web Store と検索してもらって中に入っていきましょう。で、ここで左上に検索ボックスがありますので、ここでチャット GPT オプティマイザーと検索します。左上ですね。で、検索すると右側の検索結果が変わりまして、このような一番上にチャット GPT オプティマイザーというものが出てきます。これを押しましょう。で、ここへのリンクはチャンネル概要欄にもありますので、探せなかった方はそちらからご覧ください。で、インストールめちゃくちゃ簡単です。この右上 Chrome に追加を押します。で、上の方に確認画面が出てくるので、拡張機能を追加とします。で、以上で拡張機能が追加されまして、今右上の拡張機能のところに追加がされました。一応この右上を見てもらって、ここですね、チャット GPT オプティマイザーと、この右上のですね、この拡張機能ところを押してもらって、チャット GPT オプティマイザーと書いてあるこの部分ですね、この部分を固定と押すと右上に出すこともできるので、インストールしているかどうかを確認することができます。これでインストールは完了です。それではこのチャット GPT オプティマイザーの主な機能を見ていきましょう。主な機能はこんな感じです。コピーがしやすい、読み上げの機能、見た目を分かりやすく変えてくれる、検索バーからチャット GPT、 他のサイトからすぐにチャット GPT に飛べる、あとは入力している文字数をカウントできる。このあたりが主な機能になりまして、実際に画面を見ながらご紹介していければなと思います。それでは、まずはコピー機能ですね。チャット GPT の画面で拡張機能をオンにした状態でいくと、下側に、ここですね、このようにコピーというボタンが追加されていると思います。このコピーというボタンを押すと、ここに書いてある回答内容を全部このような感じで、クリップボードにコピーすることができます。コピーをして、その後、コントロール ZV を押すと、コントロール V ですね、押すと貼り付けすることができます。ちなみに、この右側にコピー HTML というものがありまして、こっちをクリックすると、テキストではなくて、HTML バージョンの内容をコピーすることができます。これ、コントロール V するとこんな感じで、さっきの内容だけとは違って、P タグであったり、リストタグであったり、その HTML としてすぐに使える情報で取得することもできます。おそらくこちらをあまり使う方は少なくて、基本的にはテキストのこれをコピーするケースが多いんじゃないかなと思うんですけれども、HTML でコピーすることもできるということで、もし役に立つような方は覚えておけるといいんじゃないかなと思います。続けて読み上げですね。このリードアロードボタンというのを押すと、リモートワークのいい点、フレックスタイム、リモートワークでは、このような感じで内容を音声で読み上げてくれます。これ別の動画でご紹介した自分の音声を入力してチャット GPT の送るものと組み合わせていくと、音声を入力して入れて、このリードアロードを使うと音声で返してくれる。ちょっとクリックなんかの手間がかかりますけれども、そうすることによって、もはや拡張機能を組み合わせるだけで会話ができちゃうみたいなこともあるんじゃないかなと思います。音声を自分から読み上げで使うツールに関しては、こちらの別の動画、拡張機能で英会話練習、そういうところをご覧いただければと思います。さて、続きまして、見た目を少し別の形で変えることができます。これ今、標準的な見た目ですけれども、
こちらチェンジテーマというのを押して、これいくつか選択肢が出るわけなんですけど、メッセンジャーと押すとこのチャット GPT オプティマイザー独自の見た目になります。Facebook のメッセンジャーのように自分が青背景、相手がこのような形、ちょっと枠が離れて結果が出てくるという感じになります。このような形で入力すると自分の見出しがどこだったのかというところが、まあ、以前のバージョン、通常のバージョンよりもよくわかる形で見た目を変えることができるので、まあ、ちょっと見やすくなると。左側のこの枠に関してもこのようにちょっとこうちゃんと枠線がついて明確になるので、まあ、見た目こちらに変えた方が見やすいという方はこの新しいデザインを確認することもできます。続きまして、便利機能でですね、検索バーからすぐにチャット GPT が使えるという機能なんですけれども、これ左上をですね、この Chrome の、アドレスバーのところ注目してほしいんですが、 GPT と入力してスペースを押すとこのようにチャット GPT オプティマイザーというものが上に出ます。ここでリモートワークをうまく使うにはと入力してエンターを押すとこのようにすぐにチャット GPT に飛んで新しいチャット GPT 質問としてスタートをすることができます。もう一回ですね、 GPT スペースです。 GPT スペースと押すと入力モードに変わりまして、ここから文章を入れていくとこの内容をすぐにチャット GPT に送ることができると。なので一回わざわざウィンドウを開けてチャット GPT の、ウィンドウまで飛ばなかったとしてもすぐに質問ができちゃうよということがこれを使うことによってできます。まあ、ちょっと便利ですよね。続いてですね、他のサイトからすぐにチャット GPT に飛ぶということができます。これはですね、文章の内容をこのようにマウスで左クリック、左押しながらこう伸ばして話す。ドラッグ&ドロップで選択した上で、右クリック、真ん中の方にあるですね、右クリックで選んで、左クリックで選んで、右クリックして、この真ん中にある GPT、プロンプトって書いてあるところがあるんですけれども、ここでこれを押すとなんとですね、今選択した範囲のものをまるっとコピーして送ることができます。これを使うことによって、まあ、そのままコピーされてしまうのでちょっと一部編集なんかは現状はできないんですけれども、すぐに気になった部分があれば、あ、これってどういうことかな、右クリックという感じでチャット GPT に飛ばして会話を確認することができるという機能が、便利機能として提供されています。続いて文字数カウントですね。文字数カウントはですね、この右下にまず回答内容の文字数があるのと、ここですね、この右下の子ですね、551とかって書いてあると思うんですけど、あとは入力の文字数が増えてくると、この右側の浮かび上がりましたが、16,500 文字中1,102文字という感じで、文章のこう容量を確認することができます。これによって入力している量が問題ないかどうかというところを確認することができます。この右のところですね。ちょっと浮かび上がった。ごめんなさい。ちょっと見えないかな。これですね。この右のところ。この浮かび上がって今、2000とか3300と出てくると思うんですけれども、こんな感じで入力ボックスのところにどのぐらいの文字数があるかということが出てきますので、これで入力内容を確認することができます。このように無料の拡張機能を入れるだけで、いろんな便利機能をチャット GPT に足すことができますので、もし使ってみたいなという方は、ぜひお試しいただければと思います。では続きまして、このチャット GPT オプティマイザーですが、これからどんな機能を実装していきたいのかということが発表されていましたので、簡単にご紹介したいと思います。まずは全文エクスポートですね。結構会話が長くなってくると、一個一個キャプチャー取るのは大変ですよね。コピーするのめんどくさいと。これをまとめてエクスポートができるような機能を作ってくれています。実はちょっと前までこれ使えていたんですけれども、多分チャット GPT の変化で使えなくなっちゃって、またこれが対応できるような感じにしてくれるようです。次で二つ目、読み上げ機能の強化。今は読み上げとすると同じ速度で話してもらうだけしかないんですけれども、速度を強化したりとか途中で止めるといった機能の追加を検討されているようです。続いて見た目のテーマの増加。今はメッセンジャーという1個の新しい見た目しかないんですけれども、もうちょっと別の見た目も増加を検討されているようです。また続いてプロンプトの自動生成。これ中身がちょっと具体的にどういうものかわからないんですけれども、おそらく Bing のようにレコメンドというか、そのある回答に対して関連するような質問を簡単にできるような自動生成補助ツールみたいなものを考えられていらっしゃるんじゃないかなと思います。
さらに長期的にはですね、 Google とかの検索エンジンとの連動や Gmail とかとの連動、また LinkedIn との連動といった形で、実はチャット GPT と他のメジャーなツールをよりつなぎやすくするような機能を考えられていらっしゃるようなので、ぜひ、まあ、これ導入しておいてもらって、新しい機能が出たら使えるようになると思うので、見ておくと、まあ、チャット GPT 自体も進化しますし、これとは別に拡張機能が進化してより便利になるということもあるんじゃないかなと思います。ところで本日の内容は以上になりまして、あとはこのチャンネルのおすすめコンテンツやこれからを簡単にご紹介したいと思います。チャット GPT でどんな質問を入れると、回答が返ってきやすいのかという経験の質問文なんかをご紹介している動画がありまして、こちら非常に好評ですので、もし見てらっしゃらない方はご覧いただければ幸いです。あとはですね、スプレッドシートとチャット GPT を連動していかに便利に仕事ができるかと、これ相当すごいので、もしこれもご覧になってない方はぜひご覧いただければ幸いです。またこれからですが、最新のチャット GPT 活用法や業界別、仕事の種類別、チャット GPT を組み込んだサービスなんかを随時ご紹介していければなと思うので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、本日の内容参考になるなと思いましたら、いいねやコメントいただければ幸いです。このチャンネルリモートワーク研究所では、こういった内容も含めて様々なツールやノウハウ、最新情報をお届けしますので、ぜひチャンネル登録いただいて一緒に勉強していきましょう。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。